こんばんは、金利館通りの藤村です。リンク業界の女の子のお店のホームページを見ると、一人一人プロフィールっていうものがありますよね。名前、年齢、身長から3サイズ、出身地や趣味なんかが書いてあって、好みの女の子を選ぶ際に参考にするっていう方も多いと思います。ではこのプロフィール、一体どこまで本当のことが書いてあると思いますか？答えは限りなくゼロに近いです。本当のことなんてほぼほぼ一つも書いてありません。名前なんですけど、これに関しては源氏名っていうものがあって、まさか本名でやってるわけはないっていうのは皆さんご存知ですよね。でも出身地や前職は疑わないっていうお客様が多いんです。そりゃそうですよね。そんなとこ嘘ついてもしょうがないじゃんって思うかもしれません。ただこのプロフィール欄って、お客様に自分のことを知ってもらうために書いてるっていうわけでもないんです。そもそもの目的がちょっと違います。万が一知り合いに見られた時に、少しでも自分と当てはまる要素を減らすために書いてるっていう方が近いです。例えばですが、自分の知り合いがお店のホームページを見て自分の写真を見たとします。あれ、この子なんか高校の時同じクラスだった何々ちゃんに似てるなって思ったとしますよね。そしてそのプロフィール欄を見て、その子がバカ正直に出身地や前職を書いてたりすると、あ、やっぱり出身地静岡になってるし、卒業した後ネイリストになったって俺聞いたし、これ絶対何々ちゃんで確定じゃん、今度同窓会でみんなに言いふらそうみたいになりかねません。でもプロフィール欄になるべく自分とかけ離れたことを書いてれば、多少ですが特定のリスクを減らすことができます。写真だと顔は似てるけど、沖縄出身って書いてあるし、前職ピアニストとか書いてあるし、まあ何々ちゃんに似てたけどちょっと違う人かってスルーしてほしいですからね。以上を踏まえてですね、あのプロフィール欄の前職とか出身地とかに事細かくツッコミを入れられると、女の子は非常に困ります。あれはファンタジックなただの設定で、 VTuber でいう魔法学校の2年生とか、あの人間界に修行に来てる妖精みたいな、ああいった紹介と同じものだって割り切って、あまり触れないであげてください。だいたいピンク業界にあんなにやたらと元保育士や元看護師や元レースクイーンが溢れてるわけはないじゃないですか。じゃあ一体ホームページのどこを信用して判断基準にしたらいいのって思われるかもしれないんで、それはまた違う機会にお話ししようと思います。それでは今日はこの辺で。お上がりなさいませ。